どうも皆さんこんにちは、コスケです。極限ゴッドラッシュで、まあある必要はなかったんですけど、まあ覚醒バステと最近組んでるというか、まあ遊びでもないんだけど、これ結構強くてですね、封印耐性 120% って言わないんですけど6つですね。で2体攻撃が、まあ、全員2個持ち以上で、まあバステト以外ね、バステトが1個なんで。ただね、このビシュヌの目覚めをループさせながら、ボスとボス前を覚醒命名で突破するっていう、非常に面白い楽しい編成なんですけど、あれこいつスキルマじゃない、まあいいや。このまあ正直この覚醒命名が楓にワンチャン取って変わられるかもしれないんですけど、まあ普通にメイメイでいいでしょと今この瞬間思ってます。もう持ってないからね、カエデは。ということで入りました。おお、いらっしゃい。ビシュヌ使って突破していきます。火の目覚め、あ、ちょっと待って、なんかね、この入り込む現象がかなり強くなって、何これ、やばい、危ない、下手かくとか、下手こいたんだけど、ちょっと盤面を調整します、盤面を調整というか。色がないんで、ああ、さすが。いい目覚め方してますね。でもこんだけダメージ通しちゃったんで、ワイルドキャッツで、まあ、変換とかも使う必要ない。変換とかないんだけど。で、次44でゲセルンで、おそらくですけどゼウスディオスも落とせるんじゃないかな。いけるんじゃないかな。いけますね。あ、ごめん、目覚め使ってなかった、もったいないことしたな。はい、でもって目覚めさせます。まあ、本当はね、メイメイ使ってから目覚めさせた方がドロップ確実に増やせるんですけど、逆にこんだけね、こういう時木が多すぎて、ちょっとこれ木の目覚めまで使ったらみたいなケースもあるんで、なんとも言えません。僕はだから平和にこうしてます。落ち込んの確率もあるんで、落ち込んの確率とかちょっとあんまり言いたくはないんですけど、はい、あーちょっと繋がっちゃったけど、でまあ火力はこんな感じです。ビシヌが200万って言いますね。で、まあ、このヘイスト効果のおかげで、ビシュヌがサクッと溜まるんですよ、マイナス2で。はい。で、こういう時にまたビシュヌ使えばいいんで、はい。平和ですね。意図平和なり。まあ、いいや、はい。おい、火力にご注目、いっけ、760万ビシヌ、3000万ぐらいでトータルと、まあ、まあ別に火力中なわけじゃないんですけれども、まあ風、まあバインドには弱いですね、この編成バインドには弱いんですけれども、まあダメージ軽減されてても 50% されてても1800万投資はボス倒せんだろうと、1000万投資は
500万通るのが大体倒せんだろうという、まあ、バカ火力と、まあ、馬力ですね、まあ、馬力とあと封印耐性、あと操作時間も長いんで、あとはまあなんだろう、基本的に木の目覚めのおかげでそこまでなんか盤面注意しなくてもいいというか、基本的に木が降ってくるというところで使いやすさがあります、はい、ということで、もしね、ビシヌ2体とメイメイ2体お持ちの方はよかったら組んでみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。